どうもおはようございます。ここ今ね、そば粉が、300今入ってます。とわりそばで柔らかくですね、もちもちとした食感で、食べたいという流れで、作っていきたいと思います。それでもって切れないおそばというのを作ります。これちょっと今粗いのが入ってますから、まあ後で出来上がりでね見てもらえればと思いますけど、どうしてもね500で皆さん打とうとしますけど、最初のうちは少なければ少ないほど打ちやすいと思いますから、300ぐらいで、まあこんな感じにね、お水が入りやすい。これ今180今あります。180の中でどれぐらい使うか、まずはねこれぐらい入れておきましょう。でこれぐらいに対してちょっとね馴染ませていく感じで馴染ませましょうね。とにかくね、お蕎麦はもう水回しが全てっていうのを皆さんご存知だと思うんですけど、これね水分量なんですね。だから水分をたくさん入れればね、切れない蕎麦はできますから、見てくれは別にね、後でどうでもなりますので、とりあえず切れないそばをね、まずこれで今こんな感じです。そんなにこれベドベドになるほどね、今、あれだけ水入れましたけど、つかないですよね。で、こっからは自分の手をちょっと湿らせながら、打っていきます。あと、この、また粉のところありますね。粉のところに、水をね、水分含ませて、どうなじませるかですから、難しく考えなくてもいいと思うんですよ。 できればね、このギザギザが切ってあるやつがすごくなじみが早いので、ちょっと高いですけどね、本格的にやられるんだったらよろしいんじゃないかなと思います。全然打ちやすいですから、こうちょっとこうやってね、こうやれていくだけですから、すごくほら細かい玉ができてきますよね。でこう触ります。手もほとんどつかないですね。こんな感じでね、まあ僕の手見てもしょうがないんですけど、まあこんな感じで今混ざってきました。でもまだまだね粉っぽいですよね。粉っぽいですけど、300に対して180のもうあとこれしかないですから、もうほぼこれ多分ね、水回っ太いところに、大きな玉のところには水が回ってきてるので、どう回すか、どう細かく崩しながら回していくか、ちょっと喋りながらね、やってたかな。ちょっとスピード遅いですけど、ここからちょっと、これ早回ししてるわけじゃないですからね。すっごいこれ、柔らかくやってます、私。柔らかく、全然圧力かけてないですから、圧力かけると硬くなっちゃうんで、硬いそばがどうしてもできてきちゃいますから、これでだいぶ。回ってきてるかな？回ってきましたけど。で、まあ、触りますよね。でも今、ほら、僕の手に、まとわりついてこないですね、まだね。まとわりついてこない。ということは、まだやっぱ水、水分少ないんですね。だから今日は結構ね、水使うな。昨日はね、こんなもんだったんですけどね。水の回し方もそれぞれだと思います。多分ね、粉によっても違うだろうし、器によっても違うだろうし、自分の手の形によっても違うだろうし、力加減によっても違うと思いますから、これっていうのはないと思うんでね、一番いいと思うやり方でやられるのが一番いいじゃないですか。僕はそう思います。ほら、だいぶこれで、馴染みましたね。
だいぶ柔らかいですよ、これ。僕の手にも少しつくようになってましたけど、これだけ柔らかくてもね、そんなにまとわりつくことはないです。こういうね、黒黒が、粒々が入ってますから、それなりに水分入れないとやっぱ切れますからね。間違いなく。どうですか？こんな感じ。ね、これいい感じですね。すごくいい蕎麦できますよ。だからね、水分量なんですよね。ほら、こんな感じです。ほとんどこの鉢もね、汚れないでしょう。で、これね、何がいいかって、やっぱね、300ぐらいだと、粉と友達になれるんですよ。500を最初から打ち始めるとね、多分料理教室、蕎麦教室行くと500でやると思うんですけど、ね、やっぱちょっとやっぱね、多いんじゃないかなと思う、最初はね。非常にね、何をしたいかっていうと、まずは、柔らかくなじませます。だから今日はもうこの団子作るところで一旦やめますけどね。どう水をね、行き渡すからですから、いきなりガン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 練っちゃダメですよ。僕はね、僕はですよ。一つ、いい悪いっていうのは僕はないと思いますわね。ね、どうですか？こうね、回しながら、そんなに力かけないで、結果的にはグルテンが入ってないんで、どうくっつけるかって言ったら水分でくっつけるしかないんですよ。なじませるんですね、くっつけるというね。もうこれで打てますよ、はっきり言って。これでも全然打てますけど、まあここからちょっとで、ね、じゃあなじませましょうか。ちょっと空気を抜きながらちょっとなじませますね。これぐらいでこうやって打っていけばそんなに難しいことしなくても十分ね、もうなんでいいと思いますよ。じゃないですよね。何してるかっていうと、水となじませてるだけです。これは切るだけですから、切るだけですからね。こっちでしたね。こんな感じでね、やってもらえればと思います。切るだけなんでね、ひびも入ってないですから、こんな感じですね。チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。